夜も更けたザ・ルラ島で、いつものように部下にパワハラをしていたブルータス。そんな彼に一本の電話がかかってきた。任務か。おい、落としろ。一体誰だ？私、メフィーさん。今、ロッキー星ライトハウスにいるの。電話は、そこで切れてしまった。どうせニャッスルのいたずらだと思い、気にも留めずに、次の獲物を探し始めた。その時、おい、ナッシュル、いい加減にしろ。俺は今、とても忙しいんだ。金庫の中で、ストームが来た時ぐらいにな。私、メフィーさん。今、プレザントパークにいるの。また、電話が切れる。ナッシュルの野郎、しょうもないいたずらしやがって。次やったら、ミニガンで蜂の巣にしてやるぜ。私、メフィーさん。今、ブレンジーファームにいるの。ブルータスは思い出していた。過去にデュオを組んでいた相方、メリーのことを。いや、あいつは死んだんだ。俺の見つけたデカポを横取りしたあいつが悪い。しかし、君が悪いな。かつて、ブルータスが裏切り、突き落とした場所は、ロッキーズ・ナイトハウス。この奇妙な位置に戸惑いを隠せなかった。あのことは誰も知らないはず。私、メリーさん。今、ザ・ルラ島の入り口にいるの。ヤッスル、お前なんだろう？どこでその情報を仕入れた？くそー。ブルータスは電話線を抜き、ザ・ルラ島の入り口の様子を見に行こうとした。その時。電話線を抜いたはずの電話が鳴り響いた。これはナッスルのいたずらではない。では、一体誰なのか。ブルータスは、受話器を取った。お前は一体何者だ？私、メリーさん。今。あなたの後ろにいるんだ。Thank you.